漆黒のジェイル。俺の名前はダニエル、41歳、アメリカオハイオ州で暮らしている。この女は最近バーで知り合った20歳のフリーターだ。ようこそキャシー、待っていたよ。立派なお家ね。酒をおごったら会話が弾んでホームパーティーに招いたんだ。若いし見ての通りとても可愛い。今グラス用意する。今日はいいワインが入ったんだ。やった、楽しみ。男友達を集めて女性陣を招いたってわけさ。ちょっとした下心を持ちながらな。全員揃ったところでさあパーティーのスタートだ。素敵な出会いに乾杯。美女を当てに美酒に酔う。若い時はこうじゃねえとな。キャシーはボーイフレンドはいるの？いないの。毎日寂しい夜を過ごしているわ。じゃあ俺が立候補させてもらうよ。楽しませてくれたら考えてみるわ。しばらくするとキャシーの顔色が悪くなった。ごめんなさい、なんか体調が悪いわ。大丈夫？よかったら寝室で休むかい？そうしようかな。俺はキャシーを2階へ運び、ベッドに寝かせた。少し休んでいてね。ごめんなさい、助かるわ。キャシーは酔いつぶれていた。意外と酒が弱かったんだな。この時、魔が差した。待てよ、キャシーはだいぶ酔ってるし、一夜を共にできるんじゃないか？と思ったが、俺は欲望を抑え、部屋を出た。と、一度は引き下がったものの、やはり欲求を抑えきれなくなった。そうだ、完全に眠らせてしまおう。目を覚まして暴れ出しても困る。俺は大量の睡眠薬をスポーツドリンクに投入した。これをキャシーへ差し出した。紳士のふりをして。さあ、冷えたスポーツドリンクだよ。ありがとう。この下劣な考えが悪夢の始まりだった。間もなくキャシーは深い眠りについた。よし、作戦通りだ。よく眠っている。俺は欲望のままにキャシーをもてあそんだ。しかし次の瞬間、俺は目を疑った。おいおい、嘘だろ、大丈夫か？なんとキャシーの顔は青ざめ、呼吸を確認することができない。睡眠薬を過剰に混ぜすぎたのだ。死んでる。おいおい、これ殺人じゃねえのか？やっちまった、殺すつもりじゃなかったのに。動揺の中、俺は苦渋の決断をした。消すしかない。もともとはナンパだ、足はつきにくいはず。俺はキャシーを担いでそーっと1階へ向かった。すまねえキャシー、俺は捕まりたくないんだ、許してくれ。俺はキャシーを冷蔵庫の中に入れた。俺は半ば放心状態でリビングに戻った。おいダニエル、遅かったな、ピザなくなっちまうぞ。悪い悪い、彼女が具合悪そうで徒歩で家に帰したよ、という嘘をついた。誰も疑わなかった。パーティーを終え、友人たちが帰ると、はあ、やっぱり死んでる、どうしたらいいんだ。俺はキャシーの遺体を確認し、心の底から絶望した。2日後、俺は遺体を移動させようと考えた。ああ、隠さねえと山に埋めるか。しかし、信じられないことが起きる。冷蔵庫を開けると、がー！なんと、キャシーがいない。俺は完全にパニックになった。おい、一体どうなってんだ。何者かによって運ばれたのか。何なんだこのミステリーは。実はキャシーはあの時意識を失ったものの死んでいなかった。うー、寒い、ここはどこ。キャシーは冷蔵庫の中で意識を取り戻し、天井を持ち上げ自力で脱出していたのだ。そしてキャシーは意識が朦朧とした状態で自分の車を運転し帰宅しようとしたところ、交通事故を起こしていたのだ。俺はそんなことも知らず家であたふたしてると、ダニエルさん、出てきてください。ああ、バレた、どうしよう。警察が俺の自宅に押しかけてきた。俺は腹をくくった。実はこの時警察は事故ったキャシーのことを聞きに来ただけだった。にもかかわらず、すみません、薬を飲ませて彼女を襲ったら急死してしまって冷蔵庫に隠したんです。何？俺は気が動転して全部話しちまったんだ。すると、貴様、殺人容疑と誘拐の容疑で逮捕だ。え、俺は身柄を確保されたのだ。キャシーは生きていたのに俺は何やってんだ。でももしキャシーが事故で死んでいたら、俺の犯行は発覚せずに済んだかもしれない。